シマロンは1960年のアメリカ合衆国の映画、エドナ・ファーバーが1929年に発表した長編米国開拓主劇小説の2度目の映画化作品である。ただし、原作や1度目の映画化作品に対して多くの脚色、変更が加えられている。また、第33回アカデミー賞で美術賞と音響賞にノミネートされたが、 受賞は逃している。1889年、両家の娘で、お嬢様育ちのセイブラは、親の反対を押し切り、夫で弁護士のヤンシーと共に、オクラホまで行われる、土地獲得競争、ランドランに参加するために旅立つ。ランドランに参加したものの、ヤンシーは、かつての恋人ディクシーに騙されて、土地獲得に失敗する。そして、育ての親とも呼ぶべき、 サムペグラーがランドランで死んだことを知ると、彼の意志を継ぎ、正義のための新聞、オクラホマ・ウィグワム紙を発行することにする。息子シマロンも生まれ、新聞社の経営もなんとか軌道に乗ってきた一方で、ヤンシーは持ち前の行動力でならずものを一掃する。しかし、生来の放浪癖は変わらず、過去最大規模のランドランが行われると知ると、家族を置いて旅立ち、 その後5年もの間、帰ってくることはなかった。そのままセーブラは、新聞社を守り続ける。キューバで、義勇気有機兵隊に加わっていたヤンシーは、英雄として5年ぶりに戻ってくる。そんなヤンシーに、憤りを感じつつもセーブラはヤンシーを受け入れ、家族3人での生活を再開する。その後、オクラホマでは、石油が見つかり、オクラホマにやってきた当時からの友人とムワイアットを、 はじめ、多くの開拓民が不合になり、街は大いに潤う。しかし、トムが石油に関して先住民から権利を奪い取っていると感じたヤンシーは、新聞でトムを求断する。それがこうをそうして、先住民たちも石油によって豊かな生活を手に入れるようになる。そんなある日、知事に任命するので、ワシントンに来るようにとの通知がヤンシーに届く。 セーブラはこれで、ようやく生活に余裕ができ、息子シムにも金を残せると泣いて喜ぶ。しかしワシントンでヤンシーは、自分を知事にしようというのが、自らの利権を守りたいが、ためのトムラによる、怪獣策であることを知ると、知事の職を断る。これにショックを受けた、セーブラは激しく怒り、ヤンシーに別れを告げる。ヤンシーは黙って、それを受け入れ。 それから11年もの間、手紙一つよこすことはなかった。1914年、セーブラに思いを寄せるソルレビィの経済的な支援のおかげもあって、大企業となったウィグワム社は、創立25周年を迎える。その記念のパーティーで自分を支えてくれた人々に、感謝の言葉を述べるセーブラの下に第一次、世界大戦勃発の知らせが入る。セーブラに、ヤンシーから、 手紙が届く。そこに記されていたのは、兵士として戦場に赴いていること、それから、セーブラへの愛してすまないの言葉であった。しかし、その手紙とともに届いたのは、英国陸軍省からのヤンシー戦士の知らせであった。セーブラは、ヤンシーと過ごした日々を思い出す。オクラホマ開拓の象徴として、ヤンシーの銅像が建てられる。ありがとうございます。